こんにちは、やってみる会のソウです。今日はですね、このエギですね、エギを使ってですね、イカをですね、釣っていきたいと思います。っていう夏男の真似です。最近エギングするって言って、違う魚にばっかり行ってるんで、今日はちゃんとイカ釣っていきたいと思います。よし、行こう。粘りの一匹やな。俺もポーズ間違えたわ。俺も間違えとる。いやガラか。あ、でもエギなくしたけんね。やっぱ魚、え、イカ釣らんとね。どういう成分やっちゃうの。入ってきとったかな、こっちに。この辺にね、炭があるけんね、ほんと。200ぐらいじゃ、200から300の間ぐらいじゃない。この前でももうちょい多かったよね。うん、こういう時期は測りますね。そうね、あの測ってみられる基準がわからない。そう、どんぐらいで持って帰っていいかわからんし。あ、そう。だけどもうあんぐらい育ってるってことは早い、早い出産のやつなんで、子供ってことやる。おー、青年ね。いい青年やっちゃう。お、やばい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 、来た、やばい。お、やばい。あー、やばい。おい。よし、エギ吹っ飛んだかやったやろこれ。あ、でもこんな大きくないけど、どうしようか。うん、ビューンって行くやつ、せんで取らんでよか。こう、袋真っ黒になるか。次に寄せる。あ、うん、もうかと思った一瞬。カモ忘れたけどね。勝負のキャッチ。ドッ。うわぁ、うぃ、ナイスさーん。イエーイ。これは持って帰れるやろ。よいしょ。やったね。よかったね、帰らんで。よかったね、ほんと。ラスト一投で、粘った結果よ。うん。今釣ったエギはエメラルダスのステイタイプ S、 ナトルも入ってます。今日は小さいイカが1匹とちょっと大きめのイカが1匹。
3時間ちょっと、まあ昼ぐらいから行ってよかったんじゃないですか。2時間ぐらい、やっぱ地合いは大事やね。そうね、ちょうど満潮からの下げ始めな、そのぐらいか。今日は涼しくていい釣りやった。そうですね、またお願いします。はい、じゃあ今週のやってみる会でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。またインスタグラムもやってるのでそちらもよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。